はいこんにちはレトスノーノです10月4日の3問に入っていきますえ当初の存続期間が満了し契約の更新がない場合で借地経営者 B の建物が存続期間満了前に地主 A の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるとき B は A に対し 当該建物をを買いい、い取るるべききここととと請求すす。はででない丸かかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいでこれ答えは誤りですね当初の存続期間内に無断採築をしたとしても期間満了の際に更新できない場合借地権者 B は地主 A に対して建物買取請求ができるんですねで今回の問題は建物買取請求できないって書いてあるから 誤りだとというここですこれ今回の問題文の意味がわからないといった方はちゃんとですね理解をするってことをやってくださいねこういったところを理解せずに単に回答だけこの解説だけを頭に入れると丸暗記すると言ったとしても本試験で対応できませんのでそれはやっちゃいけないってことなんですよちゃんと理解をするこの問題文が何を意味しているのかっていうのをちゃんと理解するここまでやっておきましょうこういったところを個別指導では解説させていただいております また対比部分はありますので、その部分もお伝えをして、どのような考え方に基づいて対比しているのかと、そこまで解説しております。それでは問い2です。保証協会に加入している宅地建物取引業者 A は、保証協会から弁済業務保証金の還付にかかる還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、 通知された額の官付重当金を教託所に教託しなければならない。丸かツかという問題です。で、答えは、これツですね。保証協会の社員が官付重当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しないといけないんですね。今回の問題っていうのは、教託所に教託しなければならないとなっているので誤りです。 社員は直接教託所に教託するわけではありませんので注意しましょう。で、今回の問題間違えた場合、理解学習ができていない証拠なんですね。まあ、単にボンミスで済ませてしまいそうなんですけども、これはボンミスではないんです。保証協会の幹部に関して理解できていないから間違えてるんですね。自分が理解学習できていると思っていても、できていない方が実はほとんどなんです。非常に多いんですね、そういう方。 理解学習ができていると勘違いして勉強を続けたとしても、試験前になっても実力が上がってこないです。模試の点数は上がってくるんですよ。模試の点数が上がってくるので、本当に試験するまでわからない方が非常に多いんですね。なんで模試の点数上がるかっていうと、もしも基本的には過去問をちょっと変えたぐらいなので、丸暗記学習をしてても点数上がっちゃう。点数取れちゃうんですよ。で、一方、本試験っていうのはちゃんと理解していないと得点できない。 で、結果として、本試験で初めて自分自身が理解学習ができていなかったってことに気づくんですね。なので、いち早く気づいて理解学習に変えるっていうことが非常に重要なんで、この問題で理解学習ができているかどうかを確認していただくのもいいと思います。で、問いさんです。都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はない。丸かツかという問題です。答えは、 丸ですね。都道府県が都市計画を決定しようとするときその都市計画が国の利害に重大な関係がある都市計画のときはあらかじめ国土交通大臣に協議して同意を得る必要があるんですねつまり必ずしも大臣と協議して同意を得る必要はないってことなんですよこれどういうことかって言ったら大臣と協議して同意が必要なのは国の利害に重大な関係がある場合のみなんですね つまり重大な関係がないのであればこの協議とか同意は不要だって話なんですよって今回の問題は正しいということですね都道府県が都市計画を決定する場合必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はないっていうのは正しいですよねこの点は細かいんですけれどもポイントですえほとんどの方が覚えられていない都市計画区域の指定と都市計画の決定この手続きの違いは必ず頭に入れておきましょう 個別指導では動画で違いを解説しています。試験直前ということで、最低限覚えておくべき、敷金の承継について、ご登録いただいた方全員に、無料で解説動画をお届けするキャンペーンを行おうと思います。敷金の承継と聞いて、どんな内容かわからない方、また今回の敷金の承継について、対抗要件と関連していることがわかっていない方、ぜひ登録していただいて、解説動画ご覧いただければと思います。 私が受験生だった時意外と解けなかった部分なんですね。何度も何度も復習して頭に入れた部分です。でもここでお伝えをする考え方を理解をすればすごく簡単に解けることができるのでぜひ参考にしてみてください。登録方法は簡単です。この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらの方からご登録ください。そうしましたら無料で今回の資金の承継に関する無料動画をお送りさせていただきます。 無料なので最後にぜひご確認いただければと思います。そしてあなたの卓研合格を応援しております。卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう。